か。心強いの。待ちわびたぞ。参られた。待たせてくれるわね。日焼けしちゃうじゃない。あなたは素敵。ちゃんと援軍を呼んでくださったのね、金猿様。もちろんじゃ。小少々頼りにしてるわよ、お兄さん。おい元近様、一条と大友の軍が攻め寄せてまいりました。すまんな、手間をかける。光秀。いえ、参りましょうか。四国の雄長宗我部、その金貞は元奏でよ、誠実にの。わらわも誠実に。オム、何もわらわに何。こら、無礼ですよ。その方が長宗元親殿。わらわも父上の長宗覚悟な。まったく。じの地に帰り咲かんとする。その反骨の意志、上等。攻撃のための布陣を整える。本隊は北より、別荘陣は南より進め。破滅の歌だ。櫓を組み上げてあると周到。急ぎ義経を援護しろ。北にも敵が陣取っている。奴らを退け、本隊の道を開け。邪魔してはいけない。敵は南に兵を動かしているようだ。ならば先回りして排除してやる。南への道には敵が多いようだ。私が倒れれば攻撃はならぬ。慎重に進まねば。援軍は大友家の精鋭たち。金貞が画策したにしてはできすぎている。裏に知恵者がついているかもしれません。味方本陣を置く中村城の守備も怠らぬよう。強さよ。なんと見事な
の道にいた敵は全て退けた。あとは烈動隊の援護に集中しろ。南の敵はこれだけではあるまい。こちらから見つけ出し叩く。
陣が動いた。被害が大きくなる前に食い止めろ。誇りに思う気持ちとしては半々ですね。あのお兄さん、もうやめちゃったの？アンナの頼りにならなかったのに。死の覚悟なくば立花の相手は務まらぬ。ブーム、そうぞ。敵将よ、貴様に送ろう鎮魂歌を。敵の主力は排除した。全軍栗本城へ突撃するぞ。これで敵はみんな金沢の人間だね。じゃあこの隙に中村城をいただいちゃう。将はいずこじゃ。己元地か、わしの小少将を返さぬか。お城は無事なのじゃ。敵を食い止めよ。おい、その方様も出撃じゃ。開門。自ら城門を開け放つと、愚かな大将を担ぐ。他の者は苦労する。妖刀、そのままひた走れ。かほどの豪の者がいようとは。お見事にございますな。王の者がいようとは、お見事にござった。ブーン、貴
勝ぞ。敵将精絶に討ち取った。ここは引かせてもらうわ。その武勇、あやかりたい。くれるわ。破滅の音だ。押してまいる。破滅の音だ。敵将精絶に討ち取った。破滅の音だ。伝わる暗骨の魂の鼓動が。俺一条家は国士の家柄、その方どもに土佐を渡すものか。その反骨魂が本物か見定めてやる。兵を挙げたが、やはり無謀であったわ。無念ぞよ。
土佐統一は四国制覇の序章。俺たちの戦いは始まったばかりだ。今頃彼を取る奴は、ホム一条青はいいえ